私たち成長期限定ユニット桜学院です。中等部3年生徒会長の磯野里乃です。中等部3年教育委員長の大賀咲です。中等部3年トーク委員長の白井咲です。今週の3月6日に開催される春のひな遊び2016に出演します。イエーイ。どうですか今の気持ちは。今は3月の27日に私たちは桜学院を卒業するので、なんと今回の春のひな遊びが私たちにとって最後のイベントとなっています。なのでもうとにかく楽しみたいと思います。そして3月の3日に発売されるアルバムの楽曲も披露しちゃいますよ。なので皆さんぜひ楽しみにしていてください。はい、そしてここで購買部からのお知らせです。なんとですね、今回のイベントでは新発売の商品、このフォトセットが発売されちゃいます。イエーイ。はい、今回のフォトセットはですね、清楚な感じでいつも見れないようなクールな表情なんかも見れちゃうフォトセットとなっているので、皆さんぜひ楽しみにしていてください。以上、桜学院でした。バイバイ。